までは自分たちでもどんなワンマンライブになるのか全く想像できませんでした。どちらかというと不安の方が大きくて、登場音楽が鳴っても心臓バクバクしてたんですけど、いざステージに立つとみんながメンバーカラーのサイリウムを持ってくれていて、もう絶景が広がっていたので、すごく素敵なワンマンライブだなと始まったと同時に思いました。 PLC はパールレディっていうタピオカ屋さんの公式アイドルをしているんですけど、そのタピオカに見立てたスタンドフラワーをファンの方が用意してくださって、それがもうすっごく可愛くてポップで、今まで見たこともないようなスタンドフラワーだったので、すごく印象に残っています。今回のワンマンライブでアリサの持ち曲の声はアクションをメンバー4人でコラボさせていただいたんですけど、今までやった声はアクションの中で一番派手な声はアクションになりました。声はアクションっていう曲は銃を持ってみんなのハートをバン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 撃って抜く曲なんですけど、今回メンバーみんなでやるということでメンバーカラーの銃を用意しました。いつもアリサが銃を調達しているお店が原宿にあって、なのでそこに行って銃を買ったんですけど、全部ね金色だったので、それをまたカラースプレーでメンバーカラーに仕上げて持っていきました。そしたらメンバーみんなすっごく喜んでくれたし、ファンのみんなもそのメンバーカラーの銃っていうのにすごく反応して盛り上がってくれた気がしたので、やってよかったなって思いました。今回のワンマンライブでも発表した通り、5月の17日日曜日、新生 PLC セカンドワンマンライブの開催が決定しました。ファーストワンマンライブは大成功させることができたので、次はセカンドワンマンライブに向けてメンバーみんな一丸となって頑張っていきたいと思います。まだまだ未熟なアニニャンですが、 PLC のメンバーとして頑張っていきますので、温かい応援をよろしくお願いします。 PLC のライブはとっても楽しいので、ぜひ皆さん一度足を運んでみてくださいね。会場でお待ちしています。